さあ、いよいよ佳境に入ってまいりました、うん、みんな大好き JK リリカちゃんのパート始まりってことでね。ギョーギョーギョーゲーいいか、お、学校からね、エスケープしてやろうぜ。うん、大学の先生がエスケープしろって言ってた授業は。さあ、これは最終章となっております。おー、ついに2年で、うん、全てのね、うん、やつの集大成というわけですが、かなり難しくなってるから。うわ、そうなんだ。話もね、決着がつきつつ、次山んばなんかもう今絶滅危惧種、うん、うわ、行きたい、大きい声、あ、一番まずい、やけど、すげーフィジカリティーすげー、あ、友達が盾になったのか、助かるぜ。で、彼女は死んだか。うん、2年 B 組金箔先生ねうんじゃなくてさ、あ、難しそうだぞ。教室から抜け出せ。あ、抜け出す。そう、今行きたいんだ。そう、開始したら説明できなくなるので、うん、右下に行けばクリアとなります、はい、あ、教室の右下に行く、はい、で、投げチョークが来るぞ。はい、リリカに当たると一発でゲームオーバーです。で、うん、先生が前を向いてる間は動けるチャンスです。あー、黒板書いてる間はね、はい、はい、でね、結構フェイントかけてくるので、あー、ちょっと運ゲーね、運ゲーです。よろしくお願いします。いきます。はい、リリカあんなところから、あ、そういうで、今、はい、書いてるふりしてるんです、あいつ。あ、ほんとだ、書いてない。あ、なるほどね、字がちゃんと、うぇーい、なんかドラゴンボールのキャラみたいな顔、うぇーい、うぇーい、で、ここからおとりになってもらいましょう。あ、リリカが生きてればいいんだ。リリカが生きてればいいんです。すっげー、マジか、この…で、今、書いてるふりしてるんで。あ、そこだ、ちゃんと字が増えた瞬…増えてない…おお、このクラスいいね、みんながリリカの味方になってくれてるのね。ここら辺はもう…いい学校じゃん。うん、おとりになってもらって、あ、でも勝ち確です、はい。お、おやすみ。おー、見つかってくれー、ざまーざまー。授業に集中しないと、先生。いいね、リリカちゃん、堂々と正面から、うん、堂々と正面から正面突破だ。おぉ、バッグも持たずに手ぶらでやるね。ケーキだけ、この雑誌だけ持って、あゲー、このマスクは、おい、不死身猫じゃん。あ、来た、ミネコ、うわ、綺麗なお姉さんって素敵。やるね、やるね。この後銀行強盗するんだよね、多分、時系的には。そういうことか、さすが女の子ね、うん、素敵な女を見抜いてるね。さあ、街に繰り出したが、お、清本松氏、なるほどついつい読み上げたくなる日本語だよ商品強時代、これチャップリンの元ネタらしいです。あ、そうなんだ。さあ、ここで文明の息を使いましょう。はい、お願いします。カメラです。カメラ、お、よし、用意します。さあ、はい、お得商品をゲットしろ。はい、これが安いですよみたいなアナウンスとともに、うん、商品名と画像が出るので、それを覚えて正しいやつを選べと。はい、全部で4回です。はい、それでは行きます。あ、1回目で、これがなってる間はタイマーが進まないので安心です。なるほど、写真撮った。はい、夏色リップ、夏色リップ、桜紅色甘口磯の香り、いきます。はい、ゴーゴー。これ辛いから違う。あ、違う、桜紅色甘口磯の香り、これは柚子だから違う。違う、桜、じゃ桃だから違う、はい、これ違う、辛口だから違う、これだ、これ、あ、はい、これだ、いけ、はい、まず1個目。おお、あと3つ難しい、難しいよ。えい、シェイシェイ取った、シェイシェイ口紅うさぎ的目色甘口刺激臭、いきます。まずそう、うさぎ目色合ってるね、これ、うん、はい、何これ、怪しい、そんな商品ある、買わないよ私それ。あ、こっちの棚に移って、松本清っていうのが懐かしい、ね、確かに、もう今ドンキホーテだからね、清本松、確かに。オッケー、新マジ硬い髪用シャンプー、これ硬か、はい、マジ硬い髪用シャンプー、これは、はい、あと1個、お父さんそんなシャンプー使ってんの、うん、おい、そしてラスト、属ちょっと硬い、おお、属ちょっと硬い、属ちょっと硬い、いきます。はい、あったか、網色、これか、それだ、属ちょっと髪色、はい、ええー、オッケーで、おい、なんだクリア、2種類使い分けてんだ、うん、飛んでるよ、難しいな、あのシェイシェイ口紅も気になるけど、清本松氏使
買った気見たくなっちゃった。ということで、リリカパート終了です。はい、一旦目。一旦目。あー、難しい。一勝目は終了。次は二勝となります。今までより難しいね。あら、スタイルいいね。28番か。お、ありがとうございました。素晴らしい。準備、あ、かわいい。見てほら。うん、こっちにもえいってやって。かわいい。相対の数がめちゃくちゃ多い。75度。うわー、すごいね。リリカパート、まだストーリーの謎も解けてくそうなんで、うん、お楽しみにということでね。レッツラゴー。